人生が超好転するときに起こる前兆三選。こんにちは、村松大輔です。大輔先生、はい、先日からこんな不幸が立て続いていて、でも私が原因とは思えないんですけど、はい、それってね、もうめちゃめちゃ不幸と思ってしまうんですが、実はその現象からのメッセージを組んでいただくと、ものすごく人生のステージがね、パターンとこう上がる前兆かもということですね。この動画では人生が大きくパターンとこう変わる転換点にどんなことが起こるのかっていうところを3つに分けてお伝えしていきます。で、この動画を最後までご覧いただければ、あなたが日常生活に起こる出来事をメッセージを組むことによって、いいことも悪いこともですね、自分にとってめちゃめちゃ最高なことだったということに捉えられて、あなたの人生がますます素敵なステージに進んでいくことができます。このチャンネルでは、量子力学的生き方を通して、あなたの人生がますます素晴らしく輝いていくように、いろいろなところからお伝えさせてもらっています。よかったらチャンネル登録やいいねボタン、そして、ベルマークを押していただければですね、あなたの意識をますます素敵なステージにね、進んでいくことができます。では人生が超好転するときに起こる前兆三選、まず一つ目なんですけども、このメッセージがですね、いろんなところから、例えば YouTube は AI が読んでるかもしれないんですけども、 YouTube からなんか立て続けにこういう情報が入るとか、本屋さん行ったらパッと目についたタイトルがなんか似たのがすごい多くて、それが目に飛び込んでくるとか、全然別の関係ない人からですね、同じ話をこう3つぐらい立て続けにもらったりとかいうことが起こってきます。で、私自身もですね、この間もですね、月曜日、水曜日、木曜日って全然別の人からですね、あるワードポンポンポンってこう立て続けに1週間の間に起こって、その月末にですね、そういう人とこうお会いできて、で次のステージにまた進んだとか結構あるんですね。なので、そういう風に人生が変わる前兆の時には、似たようなメッセージを立て続けにこうもらうということが起こってきます。それなんで起こるのかっていうと、自分の周波数がですね、どんどんこう変わってきた時に、その周波数に合わせてそれにふさわしい同じ周波数と呼び合ってくるから、そういうことが起こってくるんですね。で、実はそれはあなたをですね、こう守ってくれてる何かこうご存在がいて、あなた気づいてね、自分の本質に気づいてねっていうことを教えてくれてることなんですけども、そのご守護存在というのはまた後ほどですね、後でお話しさせていただきます。で、2つ目なんですけども、実はですね、自分自身の怪我とか、ご家族の怪我、病気とか、あるいはペットの猫の死別とか、なんかもうきついなって、こう自分関係ないじゃん、なんでこんな怪我するとかいうことの嫌なことがですね、実は人生を超好転していく前兆なんですね。確かに僕もその体調をガタッと崩した時とかって、どうしても仕事をやりすぎちゃったとか、いや、そのやり方じゃ長く続けられないよみたいなメッセージを、すごい自分を大切にしなさいみたいな、そういうメッセージをね、そういうメッセージ組めるとすごくいいですよね。で、私自身ももう手の毛がめちゃめちゃ多くてですね、もう10本中9本怪我していたとかっていうのは、メッセージ何かって言ったら、怪我が多いイコール自分を大切にしていないっていう、大切にしなさいよっていうところから、本当に同じ仕事をしているのに全然こう怪我が全くなくなったというふうに起こってきます。で、実はこの現象をですね、立て続けに悪いことが起こるっていうことの現象のメッセージを組まないと、なんで私ばっかりこんな悪いことが起こるのとか、これ除霊してもらわないとやばくないみたいな風に、もう外からどうにかしてもらおうっていう風に思ってしまうんですけど、その意識でいると実は人生好転しないんですね。同じ出来事が起こってもずっとぐる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 悪い方向に行ってしまう考え方は、なんで私ばっかりとか、これ誰かにどうにかしてもらわないと、クリアリングしてもらわないとダメだとかっていう風に外から頼んじゃって、自分の中の本当の声を表さないっていう風になると、ぐる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 ずっと悪いことが起こってしまうんですが、これをね、好転させていくには、こう本当の自分の心の声に気づいてねということを現象が教えてくれるっていう風にメッセージを組むと、あなたの人生がパターンってこう超好転していきます。本当の自分の心の声ってどうやって気づけるんですか？自分のこの好きとか、私このことは本当はやりたくなかったとか、無理やり言われてお利口でいなきゃとかっていう風に気づいていくと、あ、自分を生かすっていうよりも周りからの評価で生きてたんだなっていうふうに、そこに気づいていくので、なんでこうザラザラするんかな、その心何かなっていうのを内観していくとか、あと本当にこう自分のことを愛でいろいろ教えてくれる人に、今こんなことが起こってるんだけどメッセージ何かなっていう、助けてっていうと自分が出てこないので、私のこの現象のメッセージ何かなっていうふうに人に聞いていただくとか、そうすると本当の自分の心の声ってこう気づきやすくなるかと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では引き続きですね、この3つ目入っていきます。
で3つ目、人生を超好転させる前兆のですね、この3つ目が何かっていうと、過去のですね、いろんな自分のトラウマとかの感情を煽るような現象、出来事がパターンってこう起こるんですね。で自分が次のステージに行けるのにまだ未消化な感情が残っていると、そこにね、気づいてね、気づいてね、あなた次のステージに行けますよっていう現象が突然起こることがあります。でいくんってそういう経験ってあった？はい、僕大輔先生の次男なんですけども、はい、僕人間関係で結構悩んでた時期があって、一見順風満帆でみんなからも好かれているっていう風に思われてるとこなんですけど、僕個人としては僕はいつも一人だみたいなことを心の底ではどっかで思ってたみたいで、一人で戦うんだみたいな感じの意識だったんですけど、でもそれを母ですね、カレンさんにあるタイミングで、どうしてイー君はそんなに一人でいる意識なのみたいな聞かれた時に、ちょっとワークをしてみたら出てきた昔のトラウマとか感情っていうのが、僕次男で3つ下の妹がいるんですけど、僕ちっちゃい時すごいお母さん子だったというか、いつもママママって感じだったんですけど、初めて女の子も生まれて末っ子でめちゃくちゃ可愛がられて、で僕的には多分それがすごい、なんだろう、面白くなかったんで結構いじめちゃってたんですけど、でそれでいじめるとやっぱ僕が怒られるじゃないですか、それは僕が悪いんですけど、でそれでいじけ虫だったので、いじめて怒られて、で一人いじけて、出てきた情景が、その僕が一人でこう体育座りしてこういじけてるところで、妹とママだけ外にお出かけに行くみたいな、まあ、それが実際にあったかどうかわかんないんですけど、そういう情景が出てきて、それを一緒にこう、まあ、クリスタルボールとかで癒してもらったら、なんかそこからこう何か一つ抜けて、まあ、自分はみんなから愛されてるんだみたいな感じに芯からこう気づくことができて、それから人間関係が今までその全然こうその自分は一人だっていうマインドだったからうまくいかなかったものがスルスルってこう全部うまくいくようになって、それから一人じゃないって言ってましたね、はい、いやー素晴らしい。それをね、子供のうちにそこに気づけるっていうことはね、本当にすごいことだなって。それをいじけ虫とかこういじめちゃうとかっていうエネルギーを持ってると、またね悪い悪循環になっちゃうし、また自分を追い込んでしまうとかね、なってしまうね。そうでしたね。だけれどそこに気づいて、その感情を持ってたな、そこに親からだったり自分自身から寄り添ってあげるっていう風にしてあげると、そのエネルギーがほぐれていくと、また次のステージに行くんですね。でそうすると、最初に丸一番でお話ししたように、この五種五存在というのがここにいて、それどういうことなんですけども、例えば自分のあなたのね、こうおじいちゃんおばあちゃんとか亡くなられたご存在とか、そういう方々が絶対こう孫の私のことを可愛がるとかいう意識があるんだけれども、この自分がね、例えば私が人の批判癖があって、でそれを持ってると、この人におじいちゃんが応援をしてもエネルギーを送っても人とご縁をつないでも、私が批判癖を持ってると、せっかくおじいちゃんから100のパワーもらっても100のパワーを批判に使っちゃうみたいな。そうするとおじいちゃんがね、この人にエネルギーを送っても意味がないみたいな、送らない方がいいみたいになると、ご加護が途切れちゃうような感じだけど、そこに気づいていく。例えばさっきのね、イー君が自分を一人ぼっちで一人で頑張んなきゃみたいな感じでいて、いじめてたとかあると、そこにサポートが入っても、それをいじめる側のエネルギーに使ってしまうけれど、周りと協力してもらえるとか、自分を生かすっていう風になってくると、この五種五存在がどんどんこうサポートに入っていくんですね。で世の中の結構成功されてる歴史上の人物とか経営者さんとかで、よく聞くのが、自分がやってる感ではなくて、自分が自然とこう動かされていくような、アーティストの方とか指揮者の方とか画家さんとかが、自分がやってる感がないと、なんかこう動かされてるっていう風になっていくんですね。それが自分のこの過去のトラウマの嫌な感情がこそっと煮えくり返すような感情の湧き上がりがあると、それがサポートが入らないけれども、そこが実はあなたこれ持ってるよ、これほぐせば次のステージに行けるよっていう前兆なんですね。どんどん運ばれていく前兆ですね。で開花では、そこのアインシュタインの言葉を使わせてもらっていて、で皆さんこう素粒子なんだけれども、で素粒子っていうのはこのゼロポイントフィールド側から瞬間瞬間生まれ出てきていますよと。でゼロポイントフィールドはまだ仮説なんだけれども、アインシュタインそこの領域をですね、神っていう表現をしているんですね。神様側からこう素粒子原子がこう生まれてきてますよと。で皆さんも絶対にそちらの神様側からいつもいつも出現しているので、そこに
自分自身のトラウマがいっぱい多いと本質側に気づきにくくなってしまうので、このごそっとこうにえくり返すような嫌な感情が出てきた時に、あ、ここをほぐせば自分が次のステージに行けるなと、で自分が本当の愛の状態で進んでいくなと、でそういうご守護があるんだなっていうふうに気づいていくと、そのご守護存在がどん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 あなたをサポートする側に入ってくるんですね。じゃあ具体的にどうやってそのトラウマってこう癒していけたらいいんかなっていうのはどう思いますか？はい、以前の動画で負のスパイラルのねタイトルの動画があるので、そちらこの概要欄にもつけておきますので、そこね見ていただければ、そこでもまた長くこうですねいろいろ深くこうお話しさせてもらってるので、そこをねぜひご覧いただければと思います。でそのねその中でも今簡単にお話しできるのが、一番の対処法、スパイラルから抜けるっていう対処法が、本当の自分の心からの声を聞くというところなんですね。で自分自身本来そもそも先ほど申し上げたゼロポイントフィールド側からいつも生かされているので、そこから来てるんですよっていうことを、そこから生かされてるっていうことに気づいてね気づいてねって内側は言っていて、そこに気づいていくっていうことが一番のこの自分が運ばれていくっていう側に入っていきます。で例えばねもっと簡単な心の声で言うと、私は本当はこれをやりたくなかったとか、こっちの方がやりたかったのに我慢していたとかっていうのが最初の本当の心の声を聞くっていう風になっていって、だん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 こう自分の感覚が戻ってくるので、そうすると何か選択をする時にもすぐあこっちってこう決められるようになってくるんですね。で自分の心の声を聞いて寄り添っていって、でこのトラウマの感情にも自分がね寄り添っていくと、でも寄り添いの周波数でそのトラウマのフォトン振動数が上がってくるので、そうするとあなた自身が愛深い人物になってくると、そうするとあなたが愛の状態で進んでいくと、何かこうトラウマを抱えた方がいらっしゃったとしても、その方にも自分がトラウマをほぐしていったように、その目の前の方に対してもこう寄り添いの周波数を響かせて、その方がどん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 こう癒されていくと、その方から見ればあなたがこう愛の人物っていうふうになっていくんですね。そうすると愛と感謝をもとに、あなたが自分のミッションにどん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 進んでいくし、ご守護存在がどん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 サポートに入っていきます。で実際に開花のトレーナーさんというのはそのプロセスを経ているので、どん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 こう見えない側から運ばれていって、映画監督になったりね女優さんになられたり、お仕事がこう大展開して、今世界的なねアソシエーション協会を作られたりという方々が多くいらっしゃって、でこちらの本にも量子力学的仕事術の本の中にも9名のね開花のトレーナーさんの体験談が載っていますし、あとね後ろの公式 LINE の登録の QR コードのところにも書いてあるんですけども、ここのページですね、ここのところの QR コードを読んで、でここに書いてあるひらがなの、ね、ある文字をこう入力していただいてエンターって押すと、 PDF ファイルでですねさらに8人の開花のトレーナーさんの人生体験がですねこう PDF の小冊子で届きますので、あこうやってこういうプロセスを経て人生パターンってこう変わるんだなと、本当に超好転していく前兆をこうやって乗り越えていったんだなっていうものをね感じていけると思います。で私自身も本当にそういろんなねトラブルとか怪我とかね死別とかを通してパタンパタンパタンって自分の内側にこう気づいていって、本当の自分の心の声、まあ、妻からのアドバイスもらったり、家族とかねいろんな方々社員からのメッセージをもらい受けてですね、あこれは俺なんだな、これ私なんだなっていうふうにどん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 拡大していって、で今私自身が本当に意図しているのはこうやって本当の自分を生きる人たちだらけの地球になっちゃえば、ますますこう素敵なね地球惑星を私たちが生きてる間に実現できるということが私の今のミッションになっています。で今日の実践なんですけども、この動画を見てあこういうメッセージもらい受けたとかね、こういう変化私起こったっていうことがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいただければ、あなたのコメントを読んで誰かがあそういう風になるんだって気づいていきますので、そうやってねこのコメント欄どんどんどん活性化していくと、そこに気づいた人たちがますます本当の自分を生きるという人たちだらけになって、素敵な惑星をね私たちがこう作っていけるので、ぜひコメント欄をどん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 書き込んでいっていただければと思います。こうやって日常に起こる現象からねメッセージを組むと、なんでこんなことじゃなくて、そのメッセージを組んでいける人たちだらけになってですね、私たちで素晴らしいね人生を生きていき、素晴らしい地球をみんなで作っていきましょう。
よかったらチャンネル登録やいいねボタンですね、あとベルマークを押していただければますます効果活性化していきます。でまた高評価を押していただければとっても嬉しいです。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんのますますの素晴らしい人生を応援しています。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。